海鮮丼はさすがに問題ないです。どうもダイエット中のしゃべるキウイです。先日海鮮丼は太りそうとコメントいただいたんですが、全く問題ないと思いますね。丼物は無条件に太ると考える人は結構多いんですが、例えば今回注文したスモークサーモン、イクラ、シラス、これらとどれも低カロリー高タンパク質な食材なんですよ。実は海鮮って鶏胸肉に匹敵するぐらいめちゃくちゃダイエット向きな食材なんです。むしろダイエット中の人におすすめな外食といった感じで、全く警戒しなくていいと思いますね。余談ですが、僕は海鮮丼が大好物で、海鮮丼は太りそうとコメントを受けた時に、うわこれ食べれるやつになったと思いましたね。本当にありがとうございます。海鮮丼は心のプロテイン。